ウクライナの件で私は橋本徹氏を批判してきましたが、ここは賛成したいと思います。ウクライナ避難民の愛犬に特例、検疫緩和で致死率 100%、 狂犬病のリスクはないの SNS 上で物議。農林水産省会見、今回の対応について SNS 上で懸念の声が上がっていることから改めてご説明いたします。4月20日突如釈明会見を開いた農林水産省、懸念の声が上がっていたというその対応とは、狂犬病などの対策で行われている犬の検疫の緩和措置のことでした。ことの発端は、ウクライナから避難者と共に日本に入国した愛犬のポメラミアンでした。一般的には動物検疫の書類が揃わないと最大180日の係留が適用されます。狂犬病ワクチンの接種証明書がなかった今回のポメラミアンも、動物検疫所で最長180日間の係留検査の対象になり、飼い主と離れ離れになってしまったのです。しかも係留にかかる費用は1日3000円、最大180日間でおよそ54万円に上がります。避難民への負担が大きすぎることなどから、農林水産省は特例として証明書がなくても抗体検査などで一定の数値が認められれば、隔離せずに滞在先に連れて行くことを認めると発表しました。すると SNS ではこの緩和に批判の声が上がりましたとのことです。ペットが日本に入るのに54万円の費用がかかるのが負担だから、検査など一定の対策で滞在先に連れて行けるような緩和をするということでした。これに対して橋本徹さん、ひろゆきさん、メンタリスト大吾さんがツイッターで批判されています。これはあかん、狂犬病を甘く見すぎ、数頭から一気に全国的に広がり、人間の死者も出て、その後大量の殺処分につながった事例もあるとのこと。ウクライナ難民と来る犬が検疫費用を飼い主が払えないので特例措置で入国させる政策、万が一狂犬病だと地域の犬猫をすべて屠殺しなければいけなくなります。犬の検疫費用がないならオイラが払ってもいいので考え直しません、農水省の偉い人。狂犬病の特例措置は狂犬病を根絶した日本にとってはハイリスクノーリターン、難民の方が大変なのはわかるけど、地獄のペットの命や公衆衛生を優先できないあたり、誰にでもいい顔したい頭の悪い政治家らしさが出ている。誰にでもいい顔しようとする人は結局は一番大切な人を犠牲にするとのことです。今回の場合、180日間の隔離措置ができれば、昭和32年から続く狂犬病リスクゼロ状態を続けられる可能性が高いです。2022年4月21日木曜日の虎ノ門ニュースでも、こちらで有本香里さんと飯山香里さんが、狂犬病が一度発生してしまえば今の状態に戻すのは相当な期間と犠牲が出る、昔はおばあちゃんに犬に触っちゃいけないと注意を受けたといった趣旨の話をされていました。お金で解決できるならその方が良さそうな気がします。また私が祖父母から聞いた話ですが、満州で犬を飼っていたそうですが、引き上げの際には置いていったとのことでした。銃弾が飛び交うなど連れて行く余裕がなかったそうです。ウクライナから逃げてきた方はよくペットを帯同できたなぁとも思いました。ところでメンタリスト大吾さんは過去にこのような発言をされています。今回の台風の避難について、ペットが多くの避難所で断れることが理解できない、大切な家族を見捨てて避難なんてできるわけないだろう、少なくとも赤の他人の命より動物だとしても家族の命の方を優先するのは理解できる、ペットを受け入れ可にすれば住民の避難はもっと迅速になったはず、ホームレスの受け入れ拒否が批判されるならペット受け入れ拒否も批判されるべきだと思う、何度も言うが人間の命の方が重いなんて綺麗事だ、家族の命の重さなら人も動物も関係ないとのことです。当時ホームレスとペットを比べたことが批判されていましたが、ペットを家族同様に愛する気持ちがよくわかります。狂犬病が自分の地域で発生したら大変なことになります。政府は十分な措置をしていると言っていますが、それが絶対であればウクライナに限らず条件を満たす国は全体的に規制緩和すべきです。正常国と呼ばれる国や地域は7つしかないそうです。今まで通りやってほしいなと感じました。健康君はおとなしすぎるから狂犬病にかかった方がいいんじゃないかな。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。